トツカ記念ってことでね、やっていきましょう。見つけしばらくそうですよ。8、6ございます。こちら、川崎の S1 競争3歳ですね。ダート2100メートル戦ということで、ジャパンダートクラシックに向けてですね、南関東予選という感じの趣で S1 競争。まあもちろんね、トツカ記念があるから、まあ、あれなんだけれども、まあだね、南関東のクラシック予選という概念は完全に JRA に明け渡してしまって、まあ東京、 だからね、俺らも中心だよ、みたいな感じのね、あの、あれが見て取れるんですけどね。まあ、一応予想はちゃんとしましょう。っていうわけでね、これでいきたいと思います。軸は一番のサントノーレ。景品肺を圧勝して、ダービーでも期待されましたが、故障ということでね、骨折だったっけまあ、秋に復帰してきた、まあ、骨折言うてもね、まあ言うたら、日本語で骨折言うて、薄力骨折と、こう、完全なね、骨折というかが、 ね、区分がこう、日本語にないのはどうしてみたいな感じでね、言われた海外で言われてるのを見かけたんだけれども、海外のね、あの、競馬を知ってる人から言われてるのを見かけたんだけれども、まあ、薄骨折で短く戻ってきたと。まあ、故障明けでもね、ジャパンダートクラシックに向けてと考えると、景品杯を圧勝したこの実力っていうのは、まあ、一番低評価でいいのかなというふうに思います。まあ、そして3番のシーシューフォース。 まあ東京ダービーではね、地元馬最先着で、まあそまあえっと、前売りでは一番人気になってますね。とはいえ、まあダービーでの着差。 まあその他もろもろ見ていくと、まあ正直サントノーレと違って1000というかね、まあ JRA 勢とどこまで勝負できるかってことで言うと厳しいのかなってことでね、紐までの評価ですね。まあそして8番のムットクルフェ、羽田杯、東京ダイビー、もに出走してきた馬ですね。まあ黒船杯では四フホースと一馬身程度の差って考えると、まあこれも紐には十分拾っておけるはずなんですけども、まあ僕が人気取得した段階で前より10番人気ですね。 まあ、そして11番のフロインフォスサル。前売り6番人気。東京ダービーは7着と。シッシュフォースの次。で、羽田杯では地方場最先着の3着だったんで、まあ、ある意味一勝いっぱいですよね。まあ、1 0 0級と差があるって点では、シッシュフォースとほぼ同列ですが、まあ、ここもね、人気の差ができるようだったら、こっちに来てほしいな、オッズ的にはというところです。 まあそして12番ペルセベランテ、3連勝の勢いでね、重賞クラスとの初対戦となってくる、まあ、登り馬、ま。まあ、ュり馬なんだけれども、芋の相だ割りでに負けて、まあ、未だにレーンを外したことないのはいいんだけれども、2着のレース見るとね、まあ、芋の相だ割りであたりに負けてるあたり、まあ、ちょっと紐までの評価でね、まあ、ダービー出てた、 馬たちを逆転してくるとまでは期待しづらいかなということでね、まあ、今回はこんな感じで、とりあえずね、取った機能やっておきたいと思います。というわけで、まあ、いつも通りですね、またやってくんでね、チャンネル登録とよろしくお願いいたします。以上、ハッチーでした。